家やった時にさ宮崎五郎がジブリの公式日記に書いたのがすごかったんだよな,なんか父親とどんなに仲が悪いのかっていうのをどんどんカミングアウトする。だから五郎くんって本当にね性格いいと思うんだけどもそういうことは隠さずにどんどん書いちゃうんだよね。で、えー、母親から昔からもうあの人は父親らしいことは何もしてくれなかったっていうのを散々聞かされてたから自分はアニメだけはやるつもりがなかったっていうのを日記で書いたんだけどでもある日 えー、鈴木敏夫に騙されて監督を引き受けさせられたっていうのがあってすげえな。で「あのゲドセンキ」ってアーシュラ系ルグインっていうアメリカでね、まあ、最も有名な SF 作家の一人の原作なんだでアーシュラ系ルグインのところに宮崎吾郎がそのあこれから監督しますっていう挨拶に行くことになったんだよね。でその時になんかね宮崎駿もついてくることになったんだよ。 でも大豆に揉めてさ、大にだって宮崎駿は鈴木敏夫プロデューサーが五郎君を監督にする時に大反対してあいつにはそんなことができないとかもう散々言ったんでかっていうと「ゲド戦記」こそが宮崎駿がもう昔からずっとやりたかった作品なんだよな。だからナウシカにしても「もののけ姫」にしても何にしても全てゲド戦記をやるためにずっと彼が貯めていたイメージボードとかそのストーリーとかを もともとやりたくてでもそれができなかったリトルにもや,やりたかったでもできなかったってい流し北たのピッピやりたかったでもできなかったでそれでしょうがなくハイジやった未来少年コナインやったカリオストロの城やった宮崎駿の歴史ってさ今見ると栄光の歴史なんだけどもやっぱ若い頃見たら敗北の歴史できないことの歴史ばっかりなんだよ。 ジブリという力を使われて、自,自分が散々鍛え上げたんだろうなツール武器としてのジブリを鈴木敏夫がひょいっと取り上げて五郎君監督できるだろうみたいな形でやったらだってあんなにコンディションのいいスタジオだから誰でもそこそこのものはできるのはわかるんだよ。でもうそれをやってでそんなことでアニメ界はいいのかとそんなことで俺たちは何のためにあの東映で 労働葬儀までやって太陽の王子ホルスを作った時に高畑勲となんだろうなピケまで張ろうかというぐらい大問題になって世界三大労働葬儀と言われるぐらいの大論争を起こしてまで頑張ったのかそれは宮崎駿人氏は切ないよ。でおまけに昔から一番やりたかったゲド戦記を息子がやるっていうことでなんかねもう大喧嘩したらしいんだよ。もう息子ども喧嘩するで鈴木敏夫とも大喧嘩する。でえー 鈴木敏夫と五郎君が会いに行くと時に宮崎駿が「あのー、俺,はもう俺はもう絶対知らんの何も協力しない」って言ったんだけどもだから鈴木敏夫が「そんなこと言わずに皆さんも行きないよ」って言ったんだよで宮崎駿何を考えたのかついてくることになったんだよで3人鈴木敏夫とで宮崎五郎とでえー、っと宮崎駿が行ったんだな。で行って 足ロケルグインのところに行って挨拶してで今回はあの原作をいただいてありがとうございますでこれが彼が監督をする宮崎五郎君です。彼は宮崎駿の息子で大変才能のある人間でというふうに鈴木敏夫が言ったらそれをぐいッと押しのけて宮崎駿が「いやこいつは全然だめですこいつには監督能力なんか何もありませんこいつには何もできる人間ではありません」。 ところで、私が描いたイメージボードを見てくださ出して散々「私はこんなゲド戦記が作りたい!」って言った後、でも僕はもうゲド戦記なんか全くやるつもりはありません!」ってバーンって言ったらしいんだよ。でその時生まれて初めて鈴木敏夫は宮崎駿のことを殴りたいって思ったそうなんだけどさすごいよねクリエーターっていうのはクリエーターっていうのはここまですごいしここまで業が深いし。 あんな感動的なことをする人がそこまで自分の息子を追い込んだりするんだよな。で、現にゲド戦記が公開された時に同時公開されたジョン・ラセターのカーズっていう映画があるんだけど、そのカーズを宮崎駿はすごい応援してあの、ジョン・ラセター監督は私の息子のようなものだっていうふうに言って、で、ゲド戦記がには何のコメントもよこさないという世にも白状なことを言って、まあね。 宮崎駿はアニメに対する愛情あるけど息子に対してはどうなのかっていうのがあってそこら辺がすっごい面白かったんだよな。